皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。7月に入りました。もうすでに暑いですね。しかし、夏はこれからです。今年も猛暑、酷暑となるのでしょうか。あまりの暑さに、 まるで砂漠にでもいるかのよう、と言っても砂漠に行ったことはないのですが。砂漠とは、極端に高温が少なく、砂や岩の多い土地。年間降水量が 250mm 以下、高温量よりも蒸発量の方が多いなどの定義もあります。地球上の陸地に占める割合は、約20から25%にも及びます。砂漠といえば、 アフリカ大陸北部にあるサハラ砂漠南北線ただ 100km にわたり面積は約 1000km これはアフリカ大陸の約3分の1を占めアメリカ合衆国とほぼ同じ面積という世界最大の砂漠ですサハラ砂漠のサハラとはアラビア語で何もない砂漠荒野を意味する一般名詞ですですのでサハラ砂漠は 英語ではザ・サハラ、フランス語ではレ・サハラと呼んでいます。しかし、日本ではサハラ砂漠と表現していますが、これは重言ですね。ちなみに、重言といえば、チゲ鍋もそうですね。チゲ鍋のチゲとは、キムチや肉、魚介類、豆腐などを出しで煮込んだ朝鮮半島の鍋料理のこと。日本で、 朝鮮風の鍋料理をチゲ鍋と表現することがありますが、言葉としては重言ですね。話を戻しまして砂漠です。日本で砂漠とつく、地名は伊豆、大島の三原山山麓にある裏砂漠、奥山砂漠の2ヶ所。ただし、地名に砂漠とついていますが、伊豆大島は甲が多く、現実には砂漠でありません。 砂漠とよく似ているものに砂丘というものがあります。違いは簡単に言うと、砂漠は地域、砂丘は地形ですね。砂丘といえば、やはり代表的な砂丘は鳥取砂丘ですかね。鳥取砂丘は鳥取県鳥取市の日本海海岸に借り、南北 2.4km、東西 16km に及ぶ広大な砂丘です。 昭和30年、1955年、国の天然記念物に指定され、平成19年、2007年、日本の地質百選に選定されました。日本一の砂丘と言われています。しかし、日本一なのは面積ではないんです。厳密には、観光可能な砂丘として日本最大であり、面積で言うと、青森県下北郡東通村にある、猿ヶ森砂丘が日本最大となります。しかし、 サルガ森砂丘は、ほぼ全域が、防衛省の外局である防衛装備庁の、下北試験場、弾道試験場となっており、ほとんどの場所が立ち入り禁止となっています。皆様、いかがでしたでしょうかサハラ砂漠のサハラは砂漠という意味。日本一大きな砂丘は青森県にある、サルガ森砂丘。今日のお話はここまでです。また、 次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。また、次回配信もぜひ、お越しくださいませ。